はい、こんにちは。始まりました。フォトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日は推しの子第6話からセリフを選んでいます。でルビーと有馬カ奈がエゴさんについて話しているところになりますね。で難易度的にはちょっと早いところがあるので難しいところもあるんですが、穴埋めのところだけでも聞き取れるようにちょっと頑張ってみましょう。では行きます。You ego surf yourself, hand over your phone no give it back give all right it back. let's see whoa you're doing it big time oh my you even added cute do you want to be called cute that bad you ego surf yourself don't you i don't mm -hmm. hand over your phone no give it back give all right it back. let's see whoa you're doing it big time さて次はヒントありで2回行ってみましょう。で、河川の部分は誤数してなしで、カッコの中には1号入るようにしています。ではい。きます you ego surf yourself, <laughs> Oh my, you even added cute? Do you wanna be called cute that bad? You ego surf yourself, don't you? I don't. Mm -hmm. Hand over your phone! No! Give it back! back! Alright! Whoa, you're doing it big time. Oh my, you even added cute? Do you wanna be called cute that bad? you egosurf yourself don't you? I don't、mm hmm. hand over your phone! No! Give it back! Give it back! w o a You're doing a big time! Oh my! You even added cute! Do you wanna be c a l l e d cute that bad? you egosurf yourself don't you? というふうに聞いてますで、これ egosurf というのは egosurf するという意味になりますで、これは egosurf って言ったりエゴサーチって言ったりしますねで、名詞で使う場合はエゴサーフィンって言ったりエゴサーチンって言ったりしますで、yourself っていう風に来ているんですがエゴサーフはこれ一応自動詞なので後ろに目的を取らない動詞ですねこれで普通に自分のことを調べるという意味になりますなのでこの yourself は自分自身でという意味になってますねで、そして d o n you という風にこれ不可疑問にしてありますであなたも自分でエゴサするでしょっていう風に に聞いていてるんですねそして、Ruby は I don't と答えています。で、しないっていうふうに答えていますね。で、これ、まあ、嘘なので、hand over your phone というふうに言っていますね。で、hand over は渡すという意味になります。なので、そのスマホを渡しなさいよっていうふうに言っているんですね。で、give it back, give it back っていうふうに返して返してっていうふうに言ってるんですけど、まあ、奪い取って、 で、all right. で、e、えー、は let's see. で、さあ、見てみましょうって感じですね。確認してみましょうっていうふうに言ってます。で、この w o w っていうのは、あらあらとかこんな感じになりますね。で、驚きを表す表現になります。発音は w o w ですね。で、この oa の部分は母音が2つ続いたらだいたい前のものをアルファベット読みする。で、ここではおうというふうに読むことになるので、おうという発音になります。で、w o w という発音ですね。これも結構よく聞きますね。で、そして、you doing it big time ですね。で、この big time というのが、これ日本語版ではゴリゴリやってるの、ゴリゴリに対応するんですが、まあ、めちゃくちゃやってるねっていう感じで言ってるんですね。で、この doing it の、ここを聞き取りにくかったと思いますが、doing のこの do が聞こえたら、 目的語が必要なはずなので、ここには、まあ、聞こえなくても何かしら入るだろう。で、この短さなら一 t だろうっていう感じで補いたいですね。そして、お h、oh、my。これも驚きを表す表現です。で、お h、oh、my g o と同じなんですが、ガットって結構省略されちゃうんですよね。はい。で、そして、you even added cute と言っています。で、その検索ワードに可愛いっていう風に追加してるのねっていう風に言ってますね。はい。追加さえしてる。そんなことまでしてる。 って感じで、が入ってますで Do you wanna be cold cute at that bat? ですね。wana は want to を短縮したものになりますね。で、この be cold という風に受動体になっているので、なん,なんと呼ばれたい。 っってていう風に言ってますで、キュートっていう風に言われたいって感じで聞いていますね。で、that b ト t のこの b ッ t というのはひどくとか非常にとかとてもっていう感じになります。強調する言葉として使われますね。で、b ッ t l y っていう風に、こう、副詞ってわかりやすいように ly がついてたりもするんですが、この b ッ t だけでも副詞で非常にとかとてもとかそういった意味で使うことがあります。これは候補的な表現ですね。で、that はそんな にって意味になりますなので、そんなにキュートっていう風に言われたいのっていう風に言っているんですね。はい、という感じでした。一応この部分ちょっと聞き取りにくかったと思うんですが、まあ、ヒントで出していたコールドの部分ですね、比較的聞き取りやすいこのコールドがあることで、この do you の後ろ、 で、罠っていうのもまあ聞こえたかなと思うんですけど、この B をこのコールドから補えるかっていうのがちょっとポイントになるところでした。はい。で、コールドがあるってことは、まあ受動体だから B 同士入れないといけないよな、みたいな感じで補いたいですね。はい。という感じでした。で、えー、発音のポイントが、 まず、この don't の t の音が脱落して don't you っていう発音になっていましたね。don't you ってなることもあるんですが don't you というふうに今回はなっていました。で、give it back, give it back ですね。ここちょっと若干つなげて give it って発音して t の音を脱落させます。こっちも一緒ですね。でそして all right って t の音を脱落させます。そして you are doing with って感じになるので、この t の T 音音も脱落させて発音しますねで、そして最後、Do you wanna be called cute at that? って感じで、この t の音、t の音、d の音、それぞれ脱落させて発音します。口の形だけ残す感じになるんですけど、ちょっと詰まったような音になっていましたね。はい。Cute at that? っってて感じになっていますはいという感じでした。ではもう一度流すので自分でも発音してみましょう。はいという感じでした。 さて、字幕版も見ていってみましょう。で、don't you exam for yourself と聞いていますね。で、ここでは否定疑問で聞いてますね。で、先ほどは不可疑問で聞いていましたが、大体同じような聞き方になります。で、するでしょうしないのって感じですね。で、no I don't ですね。で、しないっていうふうに答えていますね。で、give me a phone これ、give me を短縮したものになります。さっきは hand over が使われてましたね。で、give it back は同じ表現が使われていて、let's see も同じ 表現が使われてますねでここがちょっと違うんですが、that's a lot of digging と言っています。で、dig ってもともと掘るって意味なんですが、まあ、ここだと検索、調査、リサーチみたいな、そんな感じの意味になりますね。なんで、まあ、めちゃくちゃ検索してるねっていうふうに言ってますね。で、これはめっちゃ検索してるねって感じの表現になってます。で、on my も同じ表現使ってますね。で、あらまあ、って感じで言っていて、you've even put cute in your search w o r d s ですね。 で検索ワードにこの「可愛い」さえ入れてるのねって感じで言っていますね。 did you wanna see people call you cute that much? と言っていますでこの wanna は want to ですよねでそして see people call の部分これ知覚動詞の see が使われていますで、see or do っていう形になって or がななするのを見るですねなんでこのあと call or see も使われてますねでおーしーと呼ぶですねであなたのことを可愛い,い っていういうに言ってますね。見たかったのって感じで言っていて、で最後に that much とついていますね。でこの that さっきとお一緒で、さっきは that bat が使われてましたが、ここ that much となっています。 で、そんなにみんながあなたのことを可愛いっていうのが見たかったのっていう感じで聞いていますね。はい、という感じでした。では今日ここまでにしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。You ego Even All right, back. let's see. Whoa, you're doing it big time. Oh my, you even added cute. Do you want to be called cute that bad? You ego surf yourself, don't you? I don't. Mm -hmm. Hand over your phone! No! Give it back! Give All right, it back! let's see. Whoa, you're doing it big time. Oh my! You even added cute. Do you want to be called cute that bad? You ego surf yourself, don't you? I don't. Hand over your phone! No! Give it back! Give All right, it back! let's see. Whoa, you're doing it big time. Oh my, you even added cute? Do you wanna be called cute that bad? You ego surf yourself, don't you? I don't. Hand over your phone! No! Give it back! Give All right! Back! Let's see. Whoa, you're doing it big time. Oh my, you even added cute? Do you wanna be called cute that bad?